えー、渡辺です、えー。今日はですね、トーストを作ってみようと思います。トーストって言ってもですね、えー、僕はちょっとあるラジオで、えー、そのパーソナリティの方が話をしてた、えー、ジャコのトーストなんですよ。ジャコのトーストで、実際にどんな味がするのか作って試してみたいと思います。パン、まずね、パンは、えー す一本堂。一本堂ってなんか、あの、最近流行る食パン専門店ですね。あ、ここに書いてある。食パン専門店のパンです。だからかなりパンとしては美味しいと思います。えー、一気に280円だったね。えー、ということで買ってきましたけど、これをね、トーストするんだそうです。でトーストしていきます。 トトーストが焼けましたでこのトーストにですよ、えー、バ,ターバターをバターをあらかじめちょっとレンジで20秒ほど温めて塗りやすくしていきましたこれは塩分を気にして無塩バターねでこのバターをだ塗ってさらに そこに、えー、じゃこ。じゃこをかける。これじゃこ、ちぎめんじゃこですよ。ちぎめんじゃこを、こうやってかけると。ね。かけました。量はね、よくわかんないんですよ。とりあえず、まあ、こんな感じで。これ、じゃこのね、塩分もあるから、無塩バターでよかったかもね。で、さらに、そこに、 マヨネーズをかけるとこれかけましたこんな感じかなでさらにそこに砂糖をかけるこれがよくわかんないんだよね砂糖をかけるんではいかけましたはい これをですねもう一度トーストします軽くはいはいできました一応こんな感じでできておりますそしてこれを食べるということでえー、っとちょっとねすぐに食べにくいんでこれがねパンキー包丁 パンカッターです、これで、はい、まず二分の1これではい、はい、ということでできましたはい、切れましたはい、これ食べてみます大西さんの水仙のじゃこトースト うんなるほど本んとねなんなんだろう和風なのか洋風なのかよく分かんないですねあの基本的な構成要素はまあいわゆるトーストじゃないですかバターと、まあ、砂糖、まあ、砂糖巻き切りありかなそこにマヨネーズとじゃこが 甘みと塩味、しょっぱみが両方あって甘みとしょっぱみが両方ある食べ物っていうのはまあ大体、うん、美味しいなと思う部分があると思うんですよね、うん、美味しいのかなうんあパンがまずうまいですよねこれあの。 さすが、あの、食パン専門店、一本堂。それから、じゃこもううまい。うん。で、それを、まあ一応、バイヨネーズとバターが、風味を増している。のかな。うん。まあやっぱり20代半ばの、 味覚に追いつけなかったのではないかとまあでもうんうんまあ次はないな。 ゴールデンウィークも今夜が最後なんですけどまあいろいろこう趣味とかあのあくまで趣味としていろいろこんなことができるあんなことができるみたいなのをやってみようって思ったゴールデンウィークだったわけです。で最近ちょっと興味がある面白いなと思ってる趣味にナレーションっていうのがあるんですよ。ナレーションまあ要するに、えー、テレビとかね映画とかでもよくそのナレーターという人がナレーションしますよね。 それ以外にもそういうその職業の中に例えば「朗読」っていうのがあるわけですよね。あの本を朗読するであのー、実はですね去年結構その大きい病気やった時にその本を読むのがつらかったんですよね。でその辛い本を読むのつらい時に朗読してくれるものを聞くっていうのがありがたいなと思って今あのアマゾンで「オーディブル」っていうサービスやってるんですよ。 あのまあ本を朗読をして、えー、それをそのまあ、電子的にまあ配信しているとで一定の料金払うと、えー、聞き放題みたいなサービスもあってあのかなり CM でもねオーディブルの CM は積極的に売ってる感じでアマゾンはかなりこれを広げようと積極的にやってるというふうに見えるんですけど。で まあ、その実はオーディブルの作業に一時関わったこともあってあのそういう仕事をしたこともあってかなりナレーションに興味があ,るあったんですねそれで、えー、自分がナレーションに興味を持ったきっかけっていうのを考えると。 どうもその高校生のか違うな中学校の頃かな謎の円盤 UFO っていうですね SF テレビドラマがあったんですよあのイギリスのですねそれがその日本で放送する時に冒頭にですね矢島正明さんというですねえナレーターの方がナレーションしているのがすごく僕は好きだったわけです。1980年すでに人類は地球防衛組織シャドウを結成していた。 あのそれがすごく好きだったんですよそれでたまたまそのですね矢島正明さんがいわゆるそのカルチャースクール的なところで、えー、ナレーションと朗読の講座を、えー、4回ぐらいのあれかなパックでやってると、えー、月にだから2週間に1回、えー、1時間で4回ぐらいとかそういうやつをやってるというのを見つけましてやってみました。でご本人矢島正明先生がいらっっしゃって えー、朗読をいろいろやったんですが、あのー、結構褒められたっていうこともちょっとあったんですけどでそれでまあ面白かったなと思って、まあ、それはいわゆる体,体験講座的なものだったんですけどたまたま偶然ですねその僕がさらに昔ですね30年以上前に、えー、出版に関わっていた時に、えー、一緒に仕事をしていたライターさん が、えー、なんとそのボイストレーニングの講師になっているという話を聞きましてまあ久しぶりに会いたいなっていうのもあったんであの彼に会いに行って、えー、見たんですよでそのまんま、えー、彼のそのナレーション講座にこう、えー、入会しまして半年間ぐらいやってみました、うん、すごい面白かったですよあの で、その時には知らなかったんですがその学校がですね意外に世間的に有名だったっていうのは後から知ったんですけどなんかその月曜から夜更かしとかそういういろいろテレビのバラエティ番組の中で滑舌を直そうとか、えー、こうすればあのいい声が出せますみたいな講座というかそういうその何て言うの特集があった時にその、えー、学校がよくその 取り上げられていたっていうことを後からまあ知ったんですけど、えー、上野ボーカルアカデミーっていうところでそこのです、ね、講師はね山岡優子,優子さんっていう山岡優子さんって言います,言いますけど男性なんですけど <laughs> あの要するにライター時代のペンネームを使って彼はやってたんですけど、まあ、彼と半年ぐらいそのナレーションの仕事と仕事じゃないよ、えー、ナレーションの、えー、レッスンを受けましてなかなか面白かった。 ですね、あの非常にロジカルにその声をを出すすす、えー、訓練をするとということなんですよでそのロジックに関してしっかり覚えないとつまりその発音はできないとは思うんですが、まあ、山岡さん曰くですね、まあ、何度も繰り返して無意識のレベルに落とし込むことでこれは学ぶものだから別にそのロジカルに発,発生する必要はないのよっていう話を まあししてててくれてとりあえず半年やってみました、まあ、全部確か8万円ぐらいだったかな半年間の講義座料が8万円分の価値はあるなっていうふうに思いましたその分のいろいろ声を出すとかそういう仕事をすることについていろいろ考えることができたので,で、まあ、それは趣味としてあくまでやってたわけですけど、まあ、こうやってですね例えば YouTube こういう形でその映像を不特定多数に送るメディアがほぼ無料で。 やれる時代で、もしもやるこういうことができるんであれば、ナレーションを勉強してみるっていうのもちょっと面白いかなと思いました。六、え、十、ー、過ぎてやる趣味の中では結構これ面白い部類に入るんじゃないかな。で、あの朗読も実はやってみましたよ。自分の好きな小説の朗読をねやると、これは結構面白いですね。あのー、やってみると、そうそう簡単なことじゃないっていうこともわかるけど、えー、ある一章分読み終えて自分で聞き直すと。 いやーっつっても悶絶しそうにつらいというかこう恥ずかしいこともあるけどうまくいった時にはね結構面白いんだねあの非常になんかお金のかからなくてしかもいい趣味っていう何て言うかこその後その本を一冊読んだのと同じだけのことがある趣味ですからそれもね面白いなと思いました、まあ、そういう感じでただこれもね最近はそういうなんていうかレッスンを全然してないので だいぶ低下してますけどまあ今日というかこうやってゴールデンウィーク中にいろいろ話をしてこう声を出したことによって少し喉がまた動き出したなという感じがしていますあと上のボーカルスクールの基本はやっぱりカラオケかなんかのレッスンが基本なんじゃないのかなだからあのカラオケがもっと上手くなりたいとかいう人はえ探してですね行ってみるといいんじゃないでしょうか。